京都嵐山。世界的に人気のこの観光地に日本に恋しちゃった外国人はいた。頑張ります。フィンランド人の京毎年ゆこさん28歳。彼はなんと人力車のシャフル。ここが有名な月が渡る橋、渡月橋です。ゆこさんは嵐山初の外国人シャフとして今年7月にデビューしたばかり。特に外国人観光客に人気のゆこさん、この日はシンガポールからやってきた親子からご指名が。娘のリンダさんからお母さんに日本の紅葉とお寺を見せたいというリクエスト。ゆこさんは観光案内はもちろん写真を撮るのが得意。あっと驚く必殺技があるという。早速渡月橋をバックに記念写真。 Thank you. Thank you. ゆこさん、あっという間にリンダさん親子の心をつかんだみたいですね。すいません、恐れ入ります。日本に恋しちゃったゆこさん、しかし一体なぜシャフになったのか。おはようございます。現在ゆこさんは京都市内にあるシャフ屋で暮らしている。どうぞ。すごいお庭が。以前は旅館だったため庭も広々。この日本庭園を見ていると心から癒されるという。よう、ここまで来ましたねとたまに思います。考えます。ゆこさんはフィンランドの中部にあるラーヘという町の出身。以前グラフィックデザイナーをしていた時、フィンランドで行われたある展示会で日本という国に興味を持ち、7年前来日。そして観光で訪れた京都の魅力にハマり、人生を変えるある決断を。こんなところだったら僕は住めますと思ってました。そして4年前京都に移住。大好きな日本で日本人らしい仕事をしたいと考えていた時、まさに運命の出会いが。すごい盛んこう引っ張ってるシャフがいてて、彼がすごいスマイルしてて笑ってる。それがなんかすごいなんか特別な存在ですね。こんな男になりたい。ゆこさんはシャフになる決意を。そしておよそ2ヶ月の研修を受け、今年7月念願のシャフとしてデビューしたのだ。その働きぶりについて先輩のベテランシャフは、まあ、海外の方ができるかなって不安はありましたけど、まあ、彼を見てると、ああ、なんかこんなのもありかな、ね、初めてのこう目の瞳の青いなんかこう引き手がいて頼もしく思いますけど。お母さんに親孝行をしたいとゆこさんを指名したリンダさん。次に人力車が向かったのは外国人観光客に特に人気の竹林の小道。この竹は建物の建築にも使われるんです。下り坂も巧みな足さばきで人力車を操るゆこさん、様になってますね。そしてここでも1、2、3、見事な竹林をバックに記念写真を。スタリングな。そしてついに出ました、ゆこさんの必殺技。その必殺技は竹林の全景を収めたパノラマ撮影。ご覧ください、この見事な一枚。その素晴らしさに親子もうっとり。カメラの腕前もプロ級ね。ええ、プロのカメラマンですから。シャフはカメラの使い方もうまくないとダメなんです。続いて向かったのは
お寺が見たいというリンダさんのお母さんのためにユホさんが選んだ秋にぴったりの場所。研修で身につけた日本のおもてなし、その姿はまるで日本人のようですね。スラミスラミ。ここはユホさんがこの時期おすすめだというお寺。法教院ですね。法教院は嵯峨野にある平安時代に建てられたお寺で、紅葉が綺麗な人気スポットでもある。来週は紅葉のピークですね。とても綺麗になります。初めて見る京都ならではの光景にリンダさんもお母さんも大感激。母と娘はたっぷり1時間嵐山周辺観光を楽しんでいた。Yes, slowly, slowly. リンダさん、ユホさんの食ぶりどうでしたか？最高だった。本当にありがとう。彼はいろんなことを教えてくれてとても親切ね。フレンドリーですね。お母さんも大丈夫です。 Thank you. 最後にユホさんから皆さんに熱いメッセージ。こんにちは、ユホです。ぜひこの冬の間森に来てください。僕が好きな場所を案内しますので一緒にジャパンを発見しましょう。と呼ばれる岩木山の麓に広がる青森県弘前市。この北の城下町にも日本に恋しちゃった外国人がいる。明治28年に建てられた歴史ある建物、現在は懐石料亭水明荘として営業している。この料亭に今評判の中井さんが。失礼いたします。金髪の中井さん、かりんと申します。こちらが今評判の中井さん、フランス人のラフィット・カリンさん、31歳。もう日本語うまいじゃん。まだまだです。去年5月からこの料亭で働いているカリンさん、最初は日本の習慣や料亭のしきたりなど戸惑うことばかりだったという。こっち来て最初はすごく苦労したんですけどね。この日接客を担当するのは弘前が大好きで関西から通ってくるという常連さん。失礼いたします。こちらはおやき海峡サーモンでございます。海峡サーモン、津軽海峡に釣られたサーモンでございます。この料亭の自慢は津軽の名物を使った懐石料理。聞いたこともない名前ばかりで覚えるのが大変だったという。最初は全然ダメだったんですけどね、何回も聞かないと全然覚えられなかったんですけど、何回も何回も聞いて覚えるしかないです。そんな地道な努力の甲斐あって今は料理の名前も完璧。こちら手前の方はすり身の中に丸十ございます。さつまいも。意味知ってる？そうですね、薩摩藩のシンボルで丸に十ですよね。勉強しました。そこまで勉強しているとはご立派。そんなひたむきで努力家のカリンさんにおかみさんも期待している。漢字がこう分からないこととかもあってもきちんと事前に調べてお客様に教えするというかですね、そういう向上心になる方だなって思ってました。はい、いやー着物姿も素敵ですね。お待ちだ。ありがとうございます。先輩たちに教えていただいて、たまに最初はちょっと間違ったりとかちゃんとできなかったりところはあったんですけど、直していただいてできるようになりました。
しかし、カリンさんにも一つだけ苦手なことが。それはこの正座。日々の練習してても、今でもそんなに長くはいられないんで。お客さんにみっともない姿は見せられない。手の空いた時間を使って必死に練習中だとか。現在カリンさんは弘前市内にあるアパートで一人暮らし。おはようございます。朝8時、仕事に行く準備の真っ最中。化粧をするときはいつも正座で。一応正座の練習にもなるから。そして大好きな弘前公園を見ながら歩いて料亭へ。仲居としては新米のカリンさん、一日の始まりは客室の掃除から。トイレの掃除も率先して。そして開店の時間。この日は団体客の接客を担当。カリンさんは大忙し。栃木県の宇都宮から来たという20人の団体さん。カリンと申します。皆さん、金髪の中井さんに興味津々。あ、そうですね、はい、はい、カリンさん、あっという間に人気者に。中井という仕事は楽しくて仕方がないというカリンさん。お客さんとの会話も楽しみの一つ。楽しい、ものすごく楽しいです。アビニョンという街です。カリンさんはフランス南部のアビニョン出身。日本に恋したきっかけは大学生の時に見た日本の恋愛ドラマだった。字幕を読むより聞いて分かるようになりたいと思って勉強し始めたんですね。そしてもっと日本語が上手くなりたいと4年前弘前大学に留学。そこで出会った津軽の人々の人情に触れて、今度は日本人が大好きに。すぐになんか一目惚れして、でいればいるほど好きになって。津軽の人たちはすごく温かくて、ウェルカムな感じですごくいいです、2年前の11月、留学を終えてフランスに帰国。ところが去年5月、再び日本へ。一体どうして？日本のこと恋しくなってしょうがなかったんです。帰りたいって思うと弘前のことしか頭に浮かばないんですよ。ずっと日本で暮らす、そう決意したカリンさんは留学時代の知人に紹介してもらい、料亭の中井さんになることに。金髪の中井さんとして日々奮闘するカリンさん。しかし失敗して落ち込むことも。そんな時必ず行くというお気に入りの場所があるという。一番好きな場所。そこでカリンさんが語った日本への熱い思いとは。いいじゃないでしょ。そこはこの時期紅葉が見頃の弘前公園。一番好きな場所。一番のお気に入りは津軽富士とも呼ばれる雄大な岩木山が望めるこの場所。岩木さんちゃんと海でいいし、今日帽子かぶってるんですけどね、なんか落ち着く空間。この景色を見ると勇気が湧いて元気になれるという。弘前に選ばれたか、自分が弘前を選んだかよくわからなくなって、でもずっとここにいたいっては分かりました。いい出会いでしょ。
朝日に恋しちゃったカリンさん、それはまさに運命の出会いだった。あー、なんかこんなのもありかな、ね、初めてのこう目の瞳の青いなんかこう引き手がいて頼もしく思いますけど、ね、お母さんに親孝行をしたいとゆほさんを指名したリンダさん、次に人力車が向かったのは外国人観光客に特に人気の竹林の小道。この滝は建物の建築にも使われるんです。下り坂も巧みな足さばきで人力車を操るゆほさん、様になってますね。そしてここでも1、2、3、見事な竹林をバックに記念写真を。スタリンナ京都嵐山、世界的に人気のこの観光地に日本に恋しちゃった外国人はいた。頑張ります。フィンランド人の京毎年ゆほさん28歳、彼はなんと人力車のシャフル。ここが有名な月が渡る橋、渡月橋です。ゆほさんは嵐山初の外国人シャフとして今年7月にデビューしたばかり。特に外国人観光客に人気のゆほさん、この日はシンガポールからやってきた。こんなところだったら僕は住めますと思ってました。そして4年前京都に移住、大好きな日本で日本人らしい仕事をしたいと考えていた時、まさに運命の出会いが。すごい盛んこう引っ張ってるシャフがいてて、彼がすごいスマイルしてて笑ってる姿がすごいなんか特別な存在ですね。こんな男になりたい、ゆほさんはシャフになる決意を。そしておよそ2ヶ月の研修を受け、今年7月念願のシャフとしてデビューしたのだ。その働きぶりについて先輩のベテランシャフは、まあ、海外の方ができるかなって不安はありましたけど、まあ、彼を見てると現在ゆほさんは京都市内にある借家で暮らしている。どうぞ。すごいお庭が。以前は旅館だったため庭も広々、この日本庭園を見ていると心から癒されるという。よー、ここまで来ましたねとたまに思います。考えます。ゆほさんはフィンランドの中部にあるラーヘという町の出身。以前グラフィックデザイナーをしていた時、フィンランドで行われたある展示会で日本という国に興味を持ち、7年前来日。そして観光で訪れた京都の魅力にハマり、人生を変えるある決断を。親子からご指名が。娘のリンダさんからお母さんに日本の紅葉とお寺を見せたいというリクエスト。ゆほさんは観光案内はもちろん写真を撮るのが得意。あっと驚く必殺技があるという。早速渡月橋をバックに記念写真。 Thank you. Thank you.ゆほさん、あっという間にリンダさん親子の心をつかんだみたいですね。すいません、恐れ入ります。日本に恋しちゃったゆほさん、しかし一体なぜシャフになったのか。おはようございます。おはようございます。